久保さん、ワゴン R ですか今回ワゴン R に直感マフラーを乗せてみたっていうタイトルにしましょうワゴン R に直感マフラーを乗せてみた久保さんこれ知,知らないか分かんないですけど鈴木のワゴン R の CM の動画に対してあの直感マフラーをねあのこう合成してるんですよめちゃくちゃおもろいんですこれ <laughs> でねそれが60万回ぐらい回ってるんですよ68万回ぐらいかな スズキワゴン R に直感マフラーを乗せてみたみたいな今度ねあのいろんなバージョンがあるんですよなんかあの V12 フェラーリの V12 エンジンを乗せてみたとか <laughs> なんだあのジェットエンジンを乗せてみたとかめっちゃこれシリーズあるんですよ <laughs> まあ何が言いたいかっていうとアイディア一つで、まあ、アクセス取れるよってだからこれ考えた人すげえなと思うじゃそのねあの絵面とそのマフラー音がこのね なんなこの微妙なアンバランス感が超いいんですよめちゃくちゃいいこれ考えた人マジ神だなと思いましたすげえなと思いましたねアイデア次第でね60万回ですよアクセスすごくないですかまああの興味ある方はねあのあ,あのワゴン R に直感マフラー乗せてみたみたいなね検索してもらうと出てくるんで見てみてくださいいってらっしゃい